はい、どうもリアルバキョウです。僕はですね、以前、ハワイの方に格闘技留学をして、選手のコースとトレーナーのコース両方ともで行って、そしてトレーニング科学、最新のトレーニング科学なんかも学んできたんですけど、そこの方で習った強いパンチやキックを打つための、簡単なストレッチの方法を紹介していきたいと思います。ではまずですね、最初はまず股関節周りのストレッチ10ランからやっていきます。これ短時間で終わりますんで、まずは右足を伸ばして左足をこの形で曲げます。そして前に倒していって、もう曲がらなくなったら吐くと胸郭が潰れて少しだけ 2,3 センチほど前に行くんで、そこからキープ、10秒間ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9。はい、反対。ストレッチはですね、もちろん、体の柔軟性を高めるのももちろんなんですけど、体が硬い人っていうのはそもそも力んでしまっていることが結構多いんですよ。なのでこれは筋肉から力を抜いて力みを取るというストレッチでもあります。で、前に行って、でこれ以上行かなくなったら吐きます。息を吐いて少し前に行って限界まで行ったらそこでキープ、10秒。1,2,3,4,5,6,7,8,9。はい、 OK。 で両方前で、体を前で、行かなくなったら吐いて数センチ前、ここでキープ。1,2,3,4,5,6,7,8,9。はい、 OK。 今度は足を広げますね。で、外腹斜筋を伸ばしていきます。このまま体正面のまま倒れていって、この脇腹を伸ばしていきます。で、これ以上いかなくなったら吐いて胸郭を潰してより遠くに、そしてキープ、10秒。1,2,3,4,5,6,7,8,9。はい、 OK。 今度は反対の外腹斜筋伸ばしていきます。で、いかなくなったら吐いて10秒キープ。1,2,3,4,5,6,7,8,9。はい、OK。 そしてここから正面ですね、ぐっと前に行って、これ以上行かなくなったら吐いて、そして一番前に行ったらキープ、10秒。1,2,3,4,5,6,7,8,9。はい、 OK です。これも全て力を入れるんじゃなく脱力してから10秒間キープ。だからあんまり無理に前に行かなくてもいいです。これは前に行くことではなく力を抜くことを目的としています。そして足と足の裏ぴったりくっつけて、で、これも前に行って、で、行かなくなったら吐きます。そして数センチ前に行く、そしてキープ、10秒。1,2,3,4,5,6,7,8,9。はい、 OK。 この時も全部手は前にしてだらっとして、上半身も脱力させるようにしてください。これで体の力を抜いていく、そうすることによってパンチも蹴りもよりしなった攻撃が出るようになります。はい、そして今度は上半身の、胸郭、まずは背中の筋肉をほぐしていきます。まずは顎を床につけて、で、手を前に、そしてお尻を引いて背中を広げる。で、背中周りの筋肉を緩めていきます。そして10秒キープ。一番緩んだら吐いてですね、脱力して、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 手を前に、で、お尻を引くことでより背中の筋肉がストレッチされます。そして最後ですね、四つん這いになって、今度は胸郭ですね、胸郭の運動、吐きながら丸めてへそを見て、で、思い切り空気を全部抜き切って、背中を広げます。これを8秒ぐらい、1,2,3,4,5,6,7,8。今度は吸って、背中を吸って胸を張っていきます。2,2,3,4,5,6,7,8。吐いて丸めて、ぐーっと丸めていく。胸郭の動きもですけど、しっかり肩甲骨の動きも最大に出していきます。で、吸いながらゆっくり、で、最後にもう一回吐きながら丸めて、8秒ぐらい、1,2,3,4,5,6,7,8って、2,2,3,4,5,6,7,8、肩甲骨周り、胸郭、この辺の動きを大きく出してあげて終了です。これで、柔らかい上半身の
動きができて、これによって、まあ、緩急のある強いパンチを打つことができます。まあ、大体これをですね、毎日やることですね。それによって、まあ、力が抜けた、まあ、柔軟な体が出来上がります。ぜひですね、これはですね、簡単なストレッチでどこでもできるので試してみてください。結構ね、腰痛の予防なんかにもなるのでおすすめです。ということで本日はここで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。標的をこの僕の方へ、いいよ、ケツみたいな胸、ケツみたいな胸、いるから、生きるため走り出す。